虚無への供物は、日本の小説家、中井秀夫の代表作とされる、推理小説。1964年に単行本として刊行された。小栗虫太郎、国史館殺人事件、夢の旧作、ドグラマグラと共に、日本探偵小説史上の三大記書と並び称される。推理小説でありながら、推理小説であることを拒否する、反推理小説の傑作としても知られる。 1997年にはテレビドラマ化された。1955年1月、前編の構想が細部まで浮かぶ。会員制導入し、アドニスに壁画は部下名義で4回連載するが未完に終わる。その後、数年がかりで全体の半分まで書き上げ、等、秋代の筆明で1962年の第8回、江戸川乱歩賞に応募した。結果は、 戸川雅子の大いなる幻影、佐賀線の華やかな死体の2作が受賞作で、虚無への供物は自責にとどまった。審査員の一人江戸川乱歩は、実在する小説などを参照し、推理を繰り広げることから本作を冗談小説と評した。その翌年に後半部まで書き上げ、1964年2月29日、当秋を名義で講談社から刊行した。 その一年余り後に用される乱歩はすでに体が弱っていたため、全編を読んでもらうことができなかったことを、作者は後年に残念がっている。1969年に31処方版、中井秀夫作品集に収録されて、以後は本名の中井秀夫名義で刊行されている。日沼家を舞台として繰り広げられる奇妙な殺人事件。その現場に居合わせた主人公たちが、 推理合戦を交わすが、推理は、弦学趣味の容態を呈し、いよいよ混迷へと陥っていく。バラの殺意虚無への供物のタイトルで1997年1月26日から3月2日まで、NHKBS2 日曜、ドラマ枠でテレビドラマ化された。全6話。2012年現在、DVD 化などはされていないが、CS 放送などで再放送されることがある。 バラの殺意虚無への供物に関するカテゴリー、ありがとうございます。